私の名前はビル・モーガン、オーストラリア人だ。捨てる紙あれば拾う紙ありとはよく言ったもんで、今日は私の身に降りかかった本当の話をしよう。ハイスクールを卒業後、私はトラックの運転手になった。気がつけばもう27年も経つ最高だね。一人身の私、楽しみといえば仕事終わりの缶ビールくらいのもんだ。そんなある日のことだった。私は崩れた荷物の下敷きになってしまった。この時胸を強く圧迫されたことが原因で、私は心臓発作を起こした。苦しい。その後私の心配は停止した。それから約2週間意識が戻ることはなく、生死の境をさまよった。奇跡的に目を覚ました私は心から神様に感謝した。しかし保険料を支払っていなかった私は、医療費は長期入院で300万円です。なんだって?医療費を 100% 負担せねばならず、命と引き換えに300万という借金を背負った。退院後、家賃も払えなくなった私はトラックで寝泊まりするようになった。こんなことなら死んだ方がマシだったんじゃないか。医療費で借金まみれ、そして低賃金で重労働。つらい。私は社会の底辺にいた。そんな私の長年の楽しみは、すみません、スクラッチくじ1枚ください。はい、300円です。そう、スクラッチくじだ。もちろん当たったことなんてないが、削るのが大好きなんだ。金に余裕があるわけじゃないから、1回に1枚だけ買うのが昔からの趣味だった。お金はないが、夢を300円で買えるなら安いもんだ。いつも通り何気なく削っていると、え?人生の底辺にいた私に奇跡が起こる。なんと2等300万円が当たったのだ。借金を全部返せるじゃないか。嘘みたいだった。医療費そのままの300万円が退院直後に当たったのだ。この話は一気に話題となり、宝くじで命を救われた男として私はテレビの取材を受けることになった。今回はご本人出演の再現ドラマです。このお店でスクラッチを削って当選するシーンの撮影です。わかりました。取材協力費がもらえるってことで軽い気持ちで受けたんだが、まあ行列ができるようになったのか。撮影で再び訪れた店舗はニュース以来大人気になっていた。邪魔だ。で、ちょっとうるせえ。俺の方が先に並んでたんだよ。金に目がくらんだ、たちの悪いのに横入りされたんだ。1枚300円になります。いつもの楽しみなので、私は自分のお金で撮影用のスクラッチを1枚だけ買った。ではスクラッチを削るシーンとなります。削った後に当たった演技お願いします。ではアクション。私は言われるがままに、そしていつも通りにスクラッチを削った。そしてあ当たった。信じられない。当たった。ビルさん、すいません、ちょっと演技がやりすぎですね。違うんだ、当たったんだ。今当たったんだよ。そう、撮影用に削ったスクラッチがなんと1等の2000万円が当たったのだ。なんという幸運。横入りしてくれたおじさん、ありがとう。撮影中の出来事だったことから、私が目の前で宝くじを当てた映像はオーストラリア中で話題となり、私は一躍時の人に。さらには調子に乗って出版した開運本がベストセラーに。これ読んで私も宝くじ当てます。ありがとうございます。この物語は本当にあった話。人生いつ何がきっかけでいい方向へ向かうかわからない。あなたももう少しだけ頑張ってみたらどうかな。本日の動画は以上です。エモル図書館では心がきれいになる動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。